お待たせしました、はい、こちら冷たいレモン肉そばでございます。うわーすごい鮮やかですね。紫玉ねぎがたっぷり乗ってます。目にも鮮やかな爽やかな肉そばですね。やってきたのは東根市神町ヨークタウンの敷地内に立つ冷たい肉そば専門店花泉。先月オープンしたばかりのお店なんです。こちらでおすすめなのが山形名物冷たい肉そばにレモンと玉ねぎが入った冷たいレモン肉そば。どうやって食べたらいいですか？まずは、スープの方を一口飲んでいただいて、はい、でその後玉ねぎとレモン汁の方を絞って召し上がっていただければと思います。はい、甘みがあって適度なこう鶏の旨味というのもね溶け出してますね。旨味のある親鶏の胸肉ともも肉、食感が違う2種類を使い、そこに輪切りのレモンと細かく刻んだ紫玉ねぎをトッピング。その相性はというと、この玉ねぎのシャキシャキ感、辛みとか玉ねぎ臭さっていうのはほとんど感じられないですね。この程よい食感がすごいアクセントになります。そしてそばの風味が噛めば噛むほど口に広がりますね。鶏の旨味はあるんですけれども、すごい爽やかな感じがあるんですが、はい、爽やかさっていうのはやっぱりその玉ねぎとレモンの効果だと思います。まさに新感覚。味はもちろん見た目も重視したそうで、今映えを意識して紫玉ねぎを使っております。まあ、あまり細かすぎず食感も楽しんでいただけたらなと思って、ちょっと大きめに切ってます。目大丈夫ですか？ヒリヒリしないですか？あ、大丈夫です切った玉ねぎはおよそ10分間水の中へ。これ水にさらさないとどうなりますか？まあ、辛いですね。結構さらすことで辛みもちょっと抜けるので、生でも全然召し上がっていただける。じゃあこの一手間が大事なんですね。はい、麺は風味豊かな出羽香りなど国産そば粉を使った自家製麺。店長さんは山形のご出身？あ、そうです。新庄市です。あ、そうですか。肉そばはじゃあ子供の頃から食べた？新庄市の方ではあまり馴染みはないんですけれども、合う組み合わせをちょっと見つけたかなとは思います。茹で前で 200g のボリューム、冷たいレモン肉そばは店の目玉にと考案したんだそうです。最初はレモンがメインでとか、レモン肉そばを出そうと思って、レモンの他に何かこう彩りとかバランスとかを考えた時に、何かもう一つあった方がいいなと思って、それでこの紫玉ねぎを使うことになりました。スタッフで試食した時も結構好評で、これはいけるかなと思って。自慢の肉そば、仕上げに乗せるのはシソの花。これも飾りじゃないんです。そうなんですか？箸でこうピッと外していただけるので、尻尾の方を掴んでですね、で箸でこう、こうするんです、はい、あ、外すと、はい、香りが立って、あ、またより何通りも楽しめるかなと思います。すごい、今度はシソの香りが広がってきましたいや、どれもね、でもこの夏になんか暑さを忘れさせてくれそうな爽やかな香りですね。そしてお店の名前の通り、店内には素敵なお花も飾られていて、これまた爽やかさを演出。女性の方にも来ていただきやすいように地元のお花屋さんから生けてもらっております。じゃあお食事はもちろんですけど、お店の雰囲気も女性の方にも来ていただきやすいようにしてるんですね。はい、いろんな
魅力が一杯に詰まってます。爽快感のある一杯です。